お時間はゲストの方にもご登場いただき、お祝いをいただいてまいりましょう。まずはじめに、福山様の中学生以来のご友人でいらっしゃいます高山様にお願いいたします。高山様は先日まで乃木坂46の1期生として活動されていらっしゃいました。高山様、どうぞよろしくお願いいたします。司さん、夏樹、ご結婚おめでとうございます。今日という日をずっと心待ちにしてました。夏樹と初めて出会った時のことは今でも覚えてます。同じクラスで隣の席だった私に夏樹から声をかけてくれて、その後高校も一緒で、私が乃木坂46の活動で大変だった時も、高山和美です。17歳です。自分のことずっとわからなかったんだ。生まれてから東京までみんなと同じ道を歩いてきた。幸せな暮らし、でも歳月が過ぎれば足跡もなくなりそうで、私の色は何色だろう。ある日不意に考えてみた。世界はいくつもの色が混ざって一つに。
緊張してる時こそ笑顔でがモットーです。